その部位。その部位は、水中超音、または反響定位のため、航空機から水中に投下して使用する小型のソナー装置、水中音響信号を受信して、電波で送信する、航空機投下式の部位である。その部位は、一般に、投下されると、パラシュート等で減速し、海面に接したところで分解して、フロートと超短波。 VHF 通信アンテナを海面上に残して、操縦波器部が所定の深度にまで急速に潜っていくことになる。その部位には発光源がついており、上空からでも浮いている位置がわかるようになっているが、昼間には視認性が低いため、発煙筒を一緒に投下することが多い。また、音響信号を送信する無線のチャンネル数にも限りがあるため、 一定時間経過すると自沈するようになっている。双波、受波の形式に応じて、下記のように分類できる。アメリカ海軍では、パッシブ悪定部のいずれについても、指向性を備えたその部位のみを調達するようになっている。パッシブソナーに相当し、目標の放射音を受信するその部位。アクティブソナーに相当し、音波を送信して、反響定位を行うその部位。 ソナーシステムでは、ウェットエンドで捉えた音響信号をコンピュータ等で適切に処理して、初めて音響情報となる。このような処理を行うシステムは、感染や航空機の中にあることら、ドライエンドとも称される。この音響信号処理には、かなりの情報処理能力が必要となり、また、人間の介在も必要となることから、ドライエンドは透過した、おき、母艦に配置し、 その部位そのものは、ウェット、エンドと音響信号を送信するための無線装置を備えることになる。音響信号の送信には、一般的に136から 173MHz の VHF 無線リンクが使用される。その部位受信機としては、アン、アレンジ -72 のように31チャンネルのものが一般的だったが、アメリカ海軍では1980年代より、 アン、アレンジマイナス78のように99チャンネルのものが採用されるようになった。ジュリー戦術は、潜水艦の推定戦没一致にその部位を付設し、さらにそれを中心とする一定距離の演習場にも、複数のその部位を付設し、それぞれのその部位に発音弾を投下して、水中の潜水艦からの反響音を補足したならば、その所要時間差を計測して距離に換算し、 潜水艦の位置を極限するものである。基本的には、ィーファー登場以前の旧来のパッソブソノブイを用いた、戦術に発音弾を組み合わせたものであり、セミアクティブと位置づけられる。その後、下記のジェジベル戦術の普及に伴い、P-2J の近代化回収機では、ジュリー装置は廃止された。ただし、アメリカ海軍では、冷戦後の戦海域対戦戦に対応して、いや、 してて再度技術開発が進められているジェジベル戦術は、創作海域に一定間隔で、ディーファーその部位を敷設し、上空を飛行しつつ、それをモニターして、潜水艦が発したと思われる音響信号を捉えることで位置を極限化するものでり、創作の原理そのものは簡単である。そのためには、海中の音響を微小単位で、 周波数分析する技術の開発が必要であった。海中に付設したその部位からの音響を極めて低い周波数帯で連続して周波数分析し、表示装置に時間経過とともに描かれる分析結果の特性を解析することによって潜水艦を探知するのである。またこの先術では数理統計学的な考え方が基礎になっており、潜水艦の位置を ピンポイントではなく存在する確率50%の海域として求める一極限の方法をとっていた。信頼角度が高ければ存在可能海域は小さな円形に低ければ大きな円形になり、戦術の計画数を見ると大小の円が完結的に連なって潜水艦の功績を示しているのがわかる。アメリカ海軍では P-3A より本格的に導入しており、 海上自衛隊でも、1966年に P2V-7 対戦召回機6機をハワイに派遣した際に P-3A 用のウェポンシステムトレーナーとジェジベル訓練層による訓練を受けて、ジェジベル戦術導入の幕開けとなった。対戦召回機における究極の対戦戦術として期待されてきたが、十分な効果を持って実施するには、音響信号処理及び、 創作理論の持続的な開発、改良が必要であった。海峡などのチョークポイントや、船団、空母など高価値目標、ベの警戒など、敵正水管の震度がある、程度想定される場合は、その予想震度に合わせたバリアを付設することがある。また、蒸気のような戦術により探知を得て、その震度を遮るように付設することもある。 船団に対する対戦バリアを設置する場合、震度前方約 50km の海面に、横方向にその部位を付設する。この場合、待ち伏せている潜水艦は静粛潜行を行っており、水中放射殺音が低いことから、アクティブその部位が使用される。一方、後方形海洋のバリアは、船団の直後に付設されるが、こちらは船団に追いつくために騒音を出しがちであるため、 パッシブゾンの部位が用いられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。